はようございます。下野正弘です。今回はですね、自律神経と呼吸、そしてストレスの話をしていきたいと思うんですけど、この3つはつながっているんですけれど、まずは自律神経で、自律神経というのは、交感神経と副交感神経という神経があるんですね。で、交感神経って何かというと、例えば、やる気満々の時も交感神経優位ですね。あとは怒ってる時も交感神経、お仕事中も交感神経、スポーツしてるっていうのもですね、特に激しく動かせば動かすほどですね、交感神経なんですね。逆に副交感神経って何かというと、リラックスしてるとか寝てるとか、やる気が起きないとか、そういうのが副交感神経。なんとなくわかります？交感神経っていうのはちょっとアクティブな感じですね。もっと行き過ぎたらこう怒りすぎとかもそうですね。副交感神経というのは、寝てる間の副交感神経、リラックスとかリラクゼーションとかっていうのは 副交感神経ですね。休日は副交感神経、そしてお仕事中は交感神経みたいな感じですね。なんとなく、イメージが湧いたと思うんですけど、この2つがどっちがいいとかどっちが悪いとかではなくて、この2つをちゃんと僕たちはコントロールしないといけないんですね。運転していかないといけないんですね。で、僕たちの体がこう、運転席だとしてですね、アクセルが交感神経なんですね。そしてブレーキが副交感神経と言うんですね。なのでアクセル踏みっぱなしになってしまうと、ブレーキの踏み方を忘れてしまったりとか、踏んだとしてもガクーンとこう強く踏んでしまったりとかっていう風にですね、うまく運転できなくなってきてしまうのが、自律神経失調症とかなんですね。お仕事をすっごく一生懸命ですね、寝ずに頑張りすぎてしまうとですね、交感神経アクセルばっかりこう踏んでしまってですね、それが習慣になってくるとですね、ブレーキのかけ方を忘れてしまうんですね。夜寝れないとか、寝ててもなんかこう奥歯で噛み締めてしまってですね、こう力が入ってきてしまうとかっていうことになって、そうすると、睡眠の質が下がってしまって それで自律神経のバランスが崩れてきてしまうっていうことが起きてしまうので、このバランスを良くしていくっていうのがすごく大切で、そのバランスの良くするやり方と方法としては、僕自身は運動がいいんじゃないかなと思っています。健康体操のようなですね、激しい運動というよりも、少しですね、笑いながらできるくらいの運動っていうのがですね、一番いいんじゃないかなと思ってですね、いろいろな場所で僕はですね、エクササイズ運動を教えているわけなんですけれど、その中でもですね、呼吸ってとっても重要なんですね。呼吸って言葉、これ見てください。呼吸っていう、よく見る、言葉だと思うんですけど、呼吸ってこういう字なんですよね。で、呼吸なので、呼が先なんですね。呼っていうのは呼気です。息を吐き出すこと、はーとかふーですね。これは何かというと、実は自律神経って交感神経副交感神経って呼吸も表現できてですね、呼の方は副交感神経を働かせることができるんですね。なので、リラックスしたいとき、なんかストレス溜まったりとかですね、お仕事忙しくしてるときですね、体の反応でため息つくじゃないですか。はーとかふーとか、これは体のいい反応なんですね。怒ってるときってですね、息吸いっぱなしなんですね。顔真っ赤になるじゃないですか。鬼みたいになっちゃうんですね。余談なんですけど、鬼ってですね、怒ってるから顔が赤くなってくるんですね。で、もっともっと怒ってですね、怒りがもっともっと強くなってくると、そのまま赤が青くなって青鬼ができてしまうんですね。なので、息吸いっぱなしなんですよ。鬼は息吸いっぱなしなんですね。なので鬼にならないためには、息を吐き出さないといけない。そして、ちゃんと息を吐き出すことによって副交感神経もしっかりと働いて、そして、心もですね、安定してくるっていうことにつながってくるので、まずは呼吸を意識する、特に息を吐き出すこと、
ふーとか、はーとか、ちゃんと呼が先なので質のいい酸素がですね、吸で入ってくるんですね。しっかりと、息を吐き出すことができたらちゃんと入ってきます。なのでまずは吐き出すことを意識するんですね。ストレスもそうですね。ずっと溜め込むとですね、体に良くないんですね、病気になってきてしまったりするので、溜め込まないで、いろんなストレスをですね、発散しないといけないんですね。吐き出さないといけないんですね。もしもお友達が近くにいるんだったら、お友達にいろんなことを聞いてもらうというのも呼気なんです。吐くこと、吐き出すことなんですね。で、吐き出すことによって、また、いい吸収が、質のいいですね、酸素が、質のいいものが体に入ってくるようになるので、まずは吐き出すことですね。そっちが最初です。呼吸も吸うことをばっかり、なんか酸素が足りないからって吸うんじゃないんですね。酸素が欲しい時こそちゃんと息を吐き出すことを意識する。それがすごく大切なので、まずは吐き出す。で、この吐き出すトレーニングとして、僕が推奨しているのがアヘアホ体操の基本動作なんですね。アヘアホと発声しながら、ヘとホの時にお腹をへこませるっていうですね、このトレーニングが、僕のですね、一番推奨しているトレーニングなんですけど、一回やってみますか。アヘアホと発声しながら、ヘとホでへこませます。あはただ、あーというだけですね。大切なのは、ヘとホの時にお腹をへこませます。一緒にいきますよ。せーの。あーへー。あーほー。あーへー。あーほー。あーへー。あーほー。OK でーす。こんな感じです。これ口の前に手を当てていただいて、あーへー。あーほーってすると、息吐き出してるの分かりますかね。もう一回いきますよ。あーへーあーほー。へとほでお腹をへこませながら、へとほの時にしっかりと吐き出してるんですね。吐き出すことがすごく大切です。ちゃんと息を吐き出してるっていうことは、質のいい酸素が入ってくるんですね。なのでこのトレーニングをすることによってですね、吐き出す力を養うことができるんですね。そうなってくると、質のいい酸素がですね、体に染み渡るように入ってくるようになるので、ぜひですね、このようなですね、発声法だったりとか、呼吸法をですね、ぜひですね、生活の中で取り入れてみてください。復習すると、自律神経というのは交感神経と副交感神経というものがあって、どちらがいいとか悪いとかではなくて、それらをちゃんと運転するような、状態を作らないといけないんですね。そういう自分を作らないといけないんですけど、そのためにはですね、運動というのがすごく効果的なやり方で、その中でも呼吸というのはすごく意識するポイントなんですね。呼吸の中の吐くこと、息を吐き出すことをしっかりと意識する。その中の、おすすめの一つが、僕の推奨しているアヘアホ体操でもあります。もちろんですね、ヨガとかですね、太極拳とか気功とか、いろいろとですね、呼吸に特化したような、トレーニングプログラムはあるんですけど、そちらで、呼吸を取り入れていただいても、OK ですし、このアヘアホ体操を利用してですね、ストレス発散していただいたりとかですね、あとは、自律神経を安定させたりとかしながらですね、楽しくですね、生活していきましょう。はい、今日はここまででした。ありがとうございます。はい、改めましてアヘアホ体操の下野正弘です。このチャンネルではアヘアホ体操が12年間培ったノウハウを惜しみなく発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アヘアホ体操楽しいですよ。ワクワクしますよ。あーへーあーほーあー